さあ、ゴブリンボスの撃破には成功するだろうと。で、アニマルビーストボスは無理だけど、コボルトボスも多分いけるかなと。さあ、で、冒険者現在30人います。ここに育成の場としてヘポンマスターさんにお願いしていくと。さあ、来ないかな。あ、倒したナイス。 This is my land と。これは終わったのかな。変わった。ディフェンスはコボルトリーダーになったね。あ、さあ、訓練中。経験値をゲットしたんだね。どんなもんなんだろうね。ちょ、これ見とくんで、大きくしようかな。28トン。これがどんなもんになるのか。お、え、そんな増えるの？え、そこを、繰り返した方がいいんじゃない？なるほどね。2回やるのかな、1人ね。1回でね。だいたいなんか2回殴ってくっぽいんで、1レベル上がるんじゃないかな。今70いってたんで。かなりこれ大きいぞ。お、そう、お金めっちゃもらえた。なんか今どんな状態な。さあ、多分クエストないんだろうな。あ、あるね。14か。さあ、アイテムのストックをね、しっかりしていかないといけないというところで。これ何があるの？あー、なくなってる。あ、で、失敗したんでね。マイナスだよと。ちょっとお金持っとかないとやばいか。うわ、18がなくなってる。ダンク5。誰と戦ってなくなったか気になるね。ゴブリンボスとかその辺かな。さあ、コボルトボスのやつも作りたいんだけども。これちょっと内装を変えたいよね。まあ、なんか作っていくか。ダサすぎでしょ、ここ。まあ、救護車で作ったものばっかなんでね。もうじきレベル上がるでしょ。上げてってもいいけど、まあ、他も作ろうかな。お、レジェンダーできたね。素晴らしい。ミディアムアーマーティア2を、作れないと。まあまあまあ。ティア1でも2でも経験値入るんで、まずは作ろうと。将来の期待です。さあ、みんな生かしたもんばっかね、もう切るようになってきてるんで、しっかりとね、この拠点の繁栄はね、ほら、結果として出てます。強そうでしょうと。チームレジェンズ。はい、ちょっとクエスト発注しようかな。コボルトボスは多分今ないんじゃないかな。で、ゴブリンは多分あるんじゃないか。あるね。やるか、さておき。チョイムズゴブリン作るか。マインゴブリン、マインマックスゴブリンならチョイムズなんで。お願いしましょうと。あ、ボスまで上げるとね、めんどくさいんで。で、コボルトボスは26から40。いけなくはないんじゃないかな。じゃあ、ウッドと、5回行くのか。まず様子見だね。うん、1個だけだ。強制的に様子見になりました。テイラーって一応、なかったっけ？なんか、ライトローブ的な？ライトアーマーか。ケープもなんか欲しいんじゃない？マルちゃんでちょっと作ろうかな。
赤と黒でいけたいね。あ、いいね。あ、かっこいいかっこいい。なかなかクオリティ高いね。あ、いいね、いいね。うちは黒と赤をベースカラーにしよう。ケープ誰か着るかな。エポンマスターに相談かな。夢言ってる。撃て。お、当てていく。あと1じゃん、経験値。上がらないのか、ここでは。1で止まったね。あ、ちょっと待って、あいつみたいな。ケープは、これかな。ちょっとつけといて。さあ、拡大しましょう。おっ、113、すごいね。4レベル21の子、これ上がるんじゃない。レベルアップでどんだけ上がるかね、わかんないから、ちょっと君が、お、あ、1しか上がってないな。あー、そんなもんなんだ。まあ、そっか、3とか上がってると4レベルの時点で、まあ、9上がるわけだもんね。そっか、そう考えるとあんまり上がらないんだ。ちょっとショッキングですね。あ、もうちょいこれ、完成するじゃん。待つか。さあ、もうわかんないですけど、31。あ、そっか、なくなってるから、32時か。ミッションがもうちょっとね、きつくないですか。貼っても貼ってもキリがないです。うん、待っててもできないですね。ちょっとポーション作ろう。紫色のやつ使っちゃおうかな。さあ、これいきましょう。CR7 増やせると。ちょっと使う資源がね、希少すぎるんで、なかなか嫌なんだが。あと、加熱化。お、アップグレイ。さあ、マックスレベル。順調です。で、回収。これ、ハーブゲットできるんで、またこれ使っていけばいいと。あれ、ゴブリン集だよね。だコボルトボス残りは。コボルトボスとコボルトなんで、コボルト行きますか、じゃあ。多分、もともと発注してあると思うんだけど。弓ってやつ行きたいんで、ここ5本作りましょう。これで、まあ、形はどうあれ、ってやつ行けるんで。オッケーオッケー。じゃあ3本くらい作ろうかな。よし、これで少しは強くなるはず。そして、一旦酒場へゴー。お、今セーブ中か。危ねえ。セーブ結構多いですよね。これ中間がないんだな、あんまり。15くらいのやつを2つ用意しよう。もちろん、こぼると。巻きかな。15、2つだね。で、コボルトボス行こうか。ちょっと食料にしよう。これ切れるかな。やばいですよね。控えめなやつも作ろうか。いけないと。さあ、これね、チームごとに見れて、いる、新しくいるアーミー。この子たちね、新武器なのよ。まあ、何系かはちょっとあんま決まってないんですけど、フォーカスしよう。さあ、ぶっかえに行くぞ、こいつ。行って行って。記念すべき1人目、育成していきましょう。在庫もチェックするか。やばい、食料まずいっすね。すぐに終わったら行くとして。これ全部ないね。
で、上位の装備をね、提供しないといけないんですけど、武器厳しいな。さあ、来たぞ、来たぞ。頼もうと。やっぱ9からどんだけ上がるか。いい武器あったっけな。11か。まあ悪くはないかな。なくはないよと。あの子何買うんだろう。何もないよね。食事は提供しないといけないんでね、絶対に。作りましょう。小麦だけ使ってみるか。小麦、あ、小麦とこれならいいや。終了と。いや、これであげてもよかったですね。結構高いんでね、もともと。うん、肉か。これ何これ。MP が主に回復するか。金がやばいな、ちょっと無理無理無理。安い食事になっちゃいますね。まあでもグッとこんだけ出るならいいんじゃないですか。温存です。待てるか回復できるんでいいんじゃないかなと。で、次は刀打ちに行こうかな。ここに飾ってあるんでね、何があるか大体わかるけど、多分あ違う、どうだろうな。まあまあとかもね、なくなってる時あるんで、何にしようかな。どれもないもんね、正直。オフハンドソードかな、一番使うので言えば。足りないと。これが2、あ、2、最低2か。まあまあ、ティア4までね、行こうということで。そして損はないよ。ヘビーアーマーもちょっと控えめなティア2作るか。こんなもんかな。さあ、これコボルトを倒してきてくれ。下は多いんだね、てかね。さあ、初期資源割とあるから、そこは困ってお金がない。一旦答える時か。あ、いいね、ナイス。レベルアップ。さあ、このマニック察知しよう。7913などは維持されている。コボルトボスになくなってますね、クエスト。あ、東樹君帰ってきたんで、いけるっしょ。あと何回分あるのか分かんないな。3個作ろうかな。案外いけるらしいと。コボルトボス。激ムズ向けがこれで発注できたから、中間あるでしょ。どこかな。12とかにしよう。こうだね。これまあ中級者が受けるよと。さあ、お金まずいんでね。お金がね、ずっとまずいね。この辺は絶対クリアして報酬をもらわないと。違約金は払いたくない。わっ、 CR 36ある。こいつやば強っ。何がそんな上がってんの。まあ、レジェンダリーアーマーがあるからかな。こいつは強えや。
ちょっと気になるんだけど、アーミーってアーマーないの？あ、ヘビアーマーあるじゃん。お金がないのかな。さあ冒険者33人、どんどん増えていくね。指数関数的に増えていくんじゃない。いや経験値いいですけど、これあれだね、上がらないんだろうな。半端に止まってるもんね。まあ、とはいえ戦闘に1回行けばレベル上がるっていうくらいの水準はいいんじゃないかな。まあ、変える？マント買うのか？買うなこれ。お、かっこよくなった。なんかあれだね、ドラクエの主人公のお父さんみたいな。あれモブかな。まあ、色味はね合ってる、全体で色味合ってるんだけど、とってもダサいですね。そんなメットだったっけ。あのマントが黒奥かな、あのマントが強ければね。いや金がないな。これ1台めっちゃ安く作れるんで、素材もね。ストレンジ4から14だね、幅が広いね。あ、さあコボルトボス撃破、2体撃破。多分これ終わるね。進めよう。これ全部いけんじゃない。コボルトボス、コボルトゴブリンなんで時間の問題みたいな。問題は金がないな。こちらか、山の民みたいな。あ、トラベラん、トラベラーズキャンプってなんだ。これでいいのかな。トレーダーさんですね。いつからいたんだろう。で金ないんだよな。この辺売るか、さすがに。売ってこの辺も売って、いやー、まあ売るか、売ろう。で素材を買おう。いやどうだろうな、あげれるかな、どうだろう。なかなかお金がないです。まあ、作るためにもお金がいるんでね。現金化必要。さあ、ポーションないと怒って去っちゃうんでね。さあさあ、何作ろうかな。まあ、これちょっと安く一旦ポーションをね、維持しようくらいの感じで。クエストタイム短くすると、でもお金も投じないです。スイカではこれなんか素材で安くなる、素材で安くなるって一番いいんじゃね実は。これ結局また新たにいけるわけですからね。ナイス。お、上がったのかな、上がったんじゃないこれ。まだか、あ、違うのが終わったね。さあ残りはコボルト、一旦チェックしようか。コボルトボス残ってる。17、18くらいのやつかな、まあ、中間層あたりがなくなってるんで、これゴブリン、あ、もうコボルトだけかと。だからコボルトミッションの17、26この辺を増やすと。でフード結構やったからね。レザー、いや金属かな。でちょっと落とし目にして、落とし目もちょっと置いとこうか。さあこれ憩いの場なんだけど、なかなかいいな。
しまった。忘れてた、そういえば。王のミッションがあったんだった。で、君猿らしいね。まあまあお金あるんでね。よかった、危ねえ。買いすぎて。マイナスだったら危なかったね。なんだこれ。普通のゴブリン5体か。オッケー。この辺見ておきたいな。達成かな？レザーゲット？なんかすごいやついるね。まだこっち見るか。こいつなんかローブにマント着てない魔法使い感すごいな。じゃ魔法使いっぽいのも行こうかな。なんか杖があったんで、杖とライトアーマーとマントをやればすごいなんかそれっぽいやつになるようですと。まあ次回かな。まあ今回作ってもどうせ来ないし。で、ゴブリン一応終わってるか。でもコボルトボスコボルト入れちゃってるんで、ゴブリンのムズメのやつを用意するのが一番手っ取り早いだろうと。でこの辺ね、上位素材がないからね、上位素材も狙いたいかな。じゃあ在庫チェック、在庫チェック、これっす。ここの在庫は一切わからない。書いてあるかな。ディスプレイがあることでね、把握してるんだけど、いつも。わからないですね。まあ、色味は赤と。そこでレベルアップするんで、まあ、あ、E のできれば上がるんだ。ティア2。あ、素材まるっと変わるんだね。1個しか作れないね。メットも作ろうかな。あ、これいいじゃない。さあこのティア2と、まあお金あるある、大丈夫よ。よし、じゃマントがもうなくなりかけていると。進めよう。マント売れるね。まあ、みんな着てないもんね。買い替えの需要とかあんのかな。君は？こんなに、あ、あ、あ、かっこよくなってる、めちゃくちゃ。新入りの子だよね、槍の。おー、あ、なんか、ぽいぽいぽい。かっこいいっすね。フォトモードってなんだ？あ、こんな。UI 消えていいですね、これね。さあ、これが新たなる槍武器の子だね。槍はメインが木なんで、木の上位のアイテムを獲得してくると。つまりまだちょっとしかないかな。まだ初期の木だよね、多分使ってるとしても。こいつ強そうだね。外見だけではめっちゃ強そうだよ。まあ、これからね、期待の新人と期待の新星。あれ一人だけかな。アーミー。あ、一人だけだ。お気に入りとこうかな。セレン。頑張ってもらいましょう。なんか回してる回してる、ほら。生きってるよ。立ち上げ人かな。いやいや、かっこいいね。おお。普通に寄りたいね。腕が。腕の防具やばすぎないか。進めて進めて。
視野20が、あー、微妙にないとこだ。あれ、戦闘でやられてるタンク5か。今ね、多分これ26から40と、その15、20以上のやつがないのか。何にする？コボルトあったかな。まあ、コボルトじゃなくてもいいかな。ムズメギャザーってどうなんの？めっちゃ取れんのかな。ムズメギャザー行ってないよね。強すぎるな。まあ素材落とせばいいのか。いやー、まあまあまあ、じゃあこれで行ってみる？見ようかな。あ、間違えた。素材を変えようと思ったんだけど。まあでも、倒すの方がね、直接的に関係してくるんで、嬉しいとこですけど。アニマルビースト。1725。これは難めにすればいいね。で、まあ、メタルかな。はい。まあ、全然なかったんで、3つ言っていいでしょう。さあ、どれが終わるかな。これ、線付けたいな。いけたら行ってほしいと。さっきこれ作ってなかったっけ。もう6個しかないんだけど。人気すぎない？帽子。マントも人気だね。あ、新しいメット売れたね。レベル2の。だっせ。こう、すぐ後ろ姿がすごいな。まあ、あれで強いからね。誰も何とも言えない。ちょっとお金めっちゃ増えたんで、いいの作ろうかな。肉と普通の食事の、まあ、10個ですかね。MP 回復がメインだけど、まあまあ。あとまあ、ローブ作るか。ケープか。ローブはもう多分足りてるんだよね。でも、11着か、多分10着、9着くらいかな。1回100でもないようなんで。これ100だよね。全部100か。なんかさっき一気に100以上増えてたと思うんだけど、まあまあ、クオリティかな。青もあんが、いや、真っ黒作るか。まあ、ここはね、いいよ、安いし。おお、きた。レアだと200なんだね。エピックとかわかんないけど、レア以下が100で、レア以上が200以上っぽいと。経験値。OK。さあ、だいぶ作ったよ。お、やってるね。やってたね。グエス様10下回ったら張りに行くか。お。ライトプレートアーマーね。ライトプレートアーマー。さあ、訓練待ちします。が来なさそう。さあ、セットバイク強くなるにはトレーニング場へ。次の戦闘でレベルアップが確約されるぞ。あそこに行けば。やばいな、作らないと。でも、ついさっきレベルアップしたやつを作ったばっかなんで、メットね。まあ、を作るか。
ここで帰れるんだ。てかマスクいいんじゃないこれ。これ何色、ここかで、キャップでしょ。あ、これめちゃくちゃいいじゃん、ほら。これヤンキーっぽくていいね。あ、これかっこいいな。セーブしすぎだろ。あれ、もうそんなやってる。じゃあここにしましょうか。ちょっと結果見たかったんだけどな。てか作れないわ。質が落ちましたね。あとなくなってます。多分だけどなくなってますですね。さあ12か。あ、アーミーのあのお気に入れた子がなくなってる。どこに行ったのか見たいな、正直。いやー、10、15とか結構安心安全なやつ。10、まあ、12、18は危ないか。控えめなやつ置いてあるんだけどな。なくなっちゃうんだ。だって10でしょ。12、13、14でしょ。だいぶ段階ごと置いてあるんだけど。うわ、ちょっとショックですね。新入りが。だいぶね、着込んでてくれてね。冒険出る、初めてだよね、さっきの。何にもなかったんで。これ、初めての冒険。いろいろ装備整えていったんだけど、最初で終わっちゃったか。よく兵士も言いますもんね。最初の戦いが、一番死亡率が高いみたいな。そういうような現象だよね。ミッションどれがいるの？教えてほしい。11とか作るか。あ、もう11あるよ。これ11、17とかめちゃくちゃいいんじゃない。初心者用のやつをちょっと置いとかないとね。戦いだから死ぬんですかね。てか普通に。でも最終クエストなかなか行ってくれないんでね、放置されてるんですけど、なかなか晴れないから困るんですよね。さあちょっとね、どう、幸先悪くない？闇いないか。ゼロになっちゃったね。武器作ることもないから強化されない。お、さあコボルトボスの方が終わった。ナイス。これはでかい。でコブトリーダー終わったんじゃないので、フェイツはコブトリーダー終わった。次アルファパック、知らんけど次アルファパックです。さあ結構いろんなね防具作ってきたんで、みんなバリエーションに飛んできたね。もうすごいね、すごい。なんかファンシーなやつもいますね。フル装備だ。全然弱いですけどね。さあどんどんちょっとね防具増やしていきましょう。みんなバラエティに飛んできて、ちょっとポーションでね強くしてる子もいるはいるんですが、まあ、30とかいるんでだいぶ強いかな。まあ、20くらいなら普通だね。5レベ24か、6レベ28。あ、終わったんだね。ナイス。びっくりした。休憩してるみんなこれ。ベッドがね、全く疲れてる気がしないんですけど。みんなのね、傷癒せてるか気になりますね。さあ、コボルトリーダー粉砕したと。金もね、行さん入ってきて3万。ちょっとここデコレーションとかね、アップグレにお金使おうかな。なかったんで何もできてなかったけど。これいけるね。さあ、君はチームレジェンズ。あれ？あれ？これ、あれじゃないの？あ、名前、あ、名前が違うのか。東樹くんね。いるんですけど。やばいやついるな、あそこに。31強。え？ポーションなし31でしょ？めっちゃ強いぞ、こいつ。まだ飲んでない方でしょ、これって。今食事だもんね。やべえやついるな。待って、31ってでもクエストがないんじゃないかな。うん、今クエストがないですね。ちょっと待って、28以上か。どんくらいいるんだ。25以上で作るか。
多分中間はね、ない方がいいと思うんですよ。22、3に、まあ、いや、もうちょっと上げられないかな。バンディットの方が弱いよね。バンディットでいいか。まあ、ちょっと、差はあるけど。30とか作れないかな。これね、そもそもいけなかったりするんで、バンディットを積極的に潰していかないといけないと。コボルトのボスを倒すのが平気になってきちゃうな。でもアニマルビーストに普通に挑めるようになるから、このね、いい素材ゲットできるよ。全然レザーのいい素材欲しいんだけど。よしよし、めちゃくちゃいい。こんなもんいかないとね、みんなね。いや、35当たり前来ましたね。